昭和60年度2回目の東日本優秀演奏発表会には、東日本 A ブロック関東各地の地区大会から中学校合奏第1、合奏第2、管楽合奏部門で推薦された代表校の皆さんが出場してくださいました。今朝はその中から中学校管楽合奏部門で優秀賞、そして最優秀賞に輝いたお友達の演奏をお送りしてまいります。それではまず1校目、栃木県代表、小山市小山中学校1年生から3年生57人によります吹奏楽で、ニコライ作曲、歌劇ウィンザーの陽気な女房たち序曲。Thank you.
の最後の演奏になるので、今までの成果を楽器に吹き込んで、一生懸命頑張りたいと演奏の前に部長さんもおっしゃっていましたが、見事優秀賞を受賞しました小山中学校の皆さんの吹奏楽で、歌劇ウィンサーの陽気な女房たち序曲でした。それではここで今日行われます東日本優秀演奏発表会のご案内をいたしましょう。このあと10時半から午後3時半まで、東京港区芝の郵便貯金ホールで昭和60年度4回目の東日本優秀演奏発表会を開催いたします。今日は東日本 A ブロック関東地区、小学校重唱、小学校合唱、そして中学校重唱部門の代表校のお友達が出場します。各地区大会で推薦されたお友達の元気いっぱいの歌声を、皆さんもぜひ会場にお越しになって生でお聞きになってみてはいかがでしょうか。なお入場は無料となっておりますので、お気軽にご来場ください。お待ちしております。それでは続いての学校です。千葉県代表、山田町山田中学校の皆さんです。未来に羽ばたけ心の響き、僕らは山の音楽隊というメッセージをくださった山田中学校の皆さん、この日も地区大会の気持ちを忘れず頑張って演奏をしてくれました。千葉県山田町山田中学校1年生から3年生28人によります吹奏楽で、金田敏作曲、吹奏楽のための哀歌。
28人という少ない人数ながら、とてもダイナミックな演奏をしてくださいました山田中学校の皆さんの吹奏楽で、吹奏楽のための愛歌をお送りしました。この東日本優秀演奏発表会、東日本 A ブロック中学校管楽合奏部門には、地区大会で推薦された18校の出場がありました。そしてその中で優秀賞を受賞した学校は、今朝ご紹介した栃木県小山市の小山中学校、千葉県山田町山田中学校の皆さん、そしてこの他にも千葉県我孫子市の白山中学校、神奈川県相模原市吉野台中学校、茨城県古河市の古河第一中学校、茨城県日立市多賀中学校の皆さんが見事優秀賞を受賞なさいました。そしてこの中から最優秀賞に選ばれたのは、この演奏をしてくださいました学校の皆さんです。昭和60年度第33期子ども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会中学校管楽合奏部門、最優秀賞はチャンス作曲呪文と踊りを演奏なさいました神奈川県相模原市の吉野台中学校の皆さんでした。おめでとうございます。吉野台中学校の皆さん、おめでとうございました。この吉野台中学校、開校して3年目、クラブもできてまだ間もないということで、楽器が揃わなかったりいろいろな苦労がありましたが、それを乗り越え見事最優秀賞を受賞しました。それでは早速その演奏をお送りしましょう。神奈川県相模原市吉野台中学校1年生から3年生56人によります吹奏楽で、チャンス作曲呪文と踊り。
Thank you.